皆さんこんにちは、ゆかアンドアルファのヤンです。最近ありがたいことに黒の活用が進んできたので、皆様からこういうことは黒でできますか、黒でできない場合にはどのソフトを使ったらいいですか、またさらにこうしたい場合にはどのような手段がありますか、といったお問い合わせが増えております。そこでゆかアンドアルファでは操作講習まではできませんが、黒を使用する上でのワークフローと、その際に関連するソフトを項目ごとにご紹介する動画を作成しました。動画は全部で3回に分けて配信してまいります。第1弾はパターンとアバターやオブジェクトの準備について。第2弾はテクスチャリングについて。第3弾はレンダリングと成果物について。と順番に公開します。本動画では第2弾のテクスチャリングについてをご案内いたします。第3章テクスチャリング編。黒でデータを作成する際、クオリティを上げるときに欠かせないのがテクスチャリングです。 3D での組み上げができた後、実物生地でのスキャンデータやプリント柄の適用だけでなく、さらに生地の折り目や編み目の凹凸感、また透け感といった素材感をもっと自由自在に表現できないのかと思われることもあるかと存じます。第3章では皆様の素材表現に関するヒントとなるよう、テクスチャリングの基本説明及び活用例のあるソフトウェアをご紹介いたします。まず本編へ入る前に、黒で素材感を表現するために使用できるマップと呼ばれる画像についてご紹介いたします。黒では主に現在表示されている5種類のマップ画像が素材感の表現に使用されます。 6.0 バージョン以降からはこちらにメタルネスマップと呼ばれる金属らしい反射を表現するマップ画像も適用可能になっております。カラーマップ。カラーマップとは、黒上ではテクスチャと表示される単純に生地の色と見た目そのものを表現するための画像です。ノーマルマップ。ノーマルマップとは、正面から見た時の生地の凹凸感を見せかけで表現するための画像です。凹凸表現は常に 3D 画面で表示され、フラットに近いものをはじめ多くの生地表現をカバーすることができます。ディスプレイスメントマップ。ディスプレイスメントマップとは、生地の凹凸感を実際にオブジェクトを凹凸させて表現するための画像です。凹凸表現はレンダリング時のみ表示され、ジャカード織りやボア、ニットなどの凹凸感が特徴となる生地表現に使用します。アルファマップ。アルファマップとは、黒上では不透明度マップと表示される生地の透け感を表現するための画像です。レースなど部分的に透けたり穴が開いていたりするものの表現に使用します。ラフネスマップ。ラフネスマップとは、黒上では反射の粗さと表示される生地の反射具合を表現するための画像です。部分的に反射具合が異なるものの表現に使用します。第3章テクスチャリング編。黒を使用する場合、テクスチャリングが行える他社ソフトをご紹介する前に、黒内で設定可能な範囲をご紹介してまいります。黒では凹凸感を表現するノーマルマップの自動生成が可能です。テクスチャ画像はあるけれども、ノーマルマップ画像がない際、ノーマルマップ強度を数値またはパラメータで調整していただきますと、適用されているテクスチャーの陰影をもとにソフトが自動的にノーマルマップを生成します。また
黒内にはデフォルトでプリセットのご用意があります。ライブラリのファブリックではテクスチャ、ノーマルマップ、その他マップ、物性がすべてセットになった記事データとノーマルマップのみの画像データがデフォルトで提供されております。各種マップを適用した後はどの画像も黒内でサイズ編集が可能です。任意の拡大・縮小・回転はもちろん、回転角度・幅・高さ・ X 軸・ Y 軸位置などを数値で指定しても設定できますので、実際に使用する記事に似ているデータを適用してサイズ調整をして活用することもできます。 7.0 バージョン以降ではカラースイッチ機能が追加されました。以前はテクスチャーの色を全体的に一色にのみで変更が可能でしたが、カラースイッチ機能によってテクスチャーを複数の色に分解し、それぞれを個別に変更することが可能になりました。また 7.1 バージョンからはシームレスなテクスチャー画像の作成が可能になる予定です。スキャンまたはキャプチャーされた画像を読み込んでシームレスなテクスチャーマップを生成し、 3D 画面内で適用結果をリアルタイムで確認できます。リリースまでお待たせしておりますが、今後もぜひご期待くださいませ。 Photoshop を使用する場合、こちらからは他社ソフト、システム、ソリューションのご紹介です。記事テクスチャーであってもグラフィックであっても、すべての画像はシームレスに Photoshop で開くことが可能なため、Photoshop 上で画像に柄の追加や編集、ペインティング等をし、上書きすることで黒で結果をすぐに表示することができます。また任意の画像をテクスチャーへ適用させると自動的に送りがつき、タイル張りのようにパターン全体に渡ります。したがって用意する画像データはあらかじめシームレスにしておく必要がございます。例えば Photoshop を使用するとスキャンした画像等をシームレス処理し、黒へテクスチャーとして適用可能です。操作方法に関しましては、ぜひ Photoshop シームレスと検索をしてみてください。レースやメッシュ生地といった部分的に透けている画像を使用したい場合にも、 Photoshop を使用して透過処理を行うことが可能です。透過情報を持った画像は PNG 形式で書き出し、黒でテクスチャーに適用すると、冒頭でご紹介したアルファマップ画像がなくともレース等の生地表現が可能になります。さらに Photoshop ではボタンの UV 画像を編集可能です。 UV 画像とはオブジェクトのどの位置にどの画像が配置されるのかを指定するための画像です。黒デフォルトボタンに対してはすべて UV 画像の PSD データが一緒に提供されております。 Photoshop をお持ちの方であれば、デフォルトボタンの表面、裏面等の任意の位置に柄やロゴを追加することができます。イラストレーターを使用する場合、イラストレーターでテクスチャーを作成および編集し、記事へ適用することで表面的な見た目を簡単に変更することができます。 Photoshop 同様、すべてのテクスチャーデータはシームレスにイラストレーターで開くことが可能なため、イラストレーター上で画像に柄の追加や編集、ペインティング等をし、上書きすることで黒で結果をすぐに表示することができます。サブスタンス 3D サンプラーを使用する場合、 Adobe サブスタンスとは 3D マテリアル作成に特化したソフトウェアです。サブスタンスで作成したマテリアルはさまざまな 3D ソフトで利用できます。
また作成したマテリアルはそれぞれのテクスチャーとしても書き出し可能なため、あらゆるアプリケーションでご活用いただけます。 Photoshop の項目でもお話しした通り、クロ内の生地テクスチャーにはシームレスな画像を適用させる必要がございます。サブスタンスサンプラーは読み込んだ画像を AI 技術によってスキャン処理し、シームレスにタイル化することができます。また各種マップ画像を自動生成することも可能です。さらにサブスタンスサンプラーを使用して刺繍風グラフィックも作成できます。 3D マテリアル作成に特化しているサブスタンスサンプラーでは、読み込んだグラフィックへ刺繍フィルターを適用し、各種マップ画像を任意で設定可能です。作成したマテリアルを各種マップ画像として書き出し、それぞれを黒状のグラフィックへ適用させることで刺繍ワッペン風のグラフィック表現ができます。サブスタンス 3D ペインターを使用する場合、サブスタンス 3D ペインターはゲームや映画の制作現場をはじめ、プロダクトデザイン、ファッション、建築などの業界で幅広く利用されている 3D テクスチャー作成ソフトウェアです。ペインターは Photoshop のブラシプリセットもサポートしており、ダイナミックブラシ、プロジェクションツール、パーティクル等を使ってペイント可能です。ステッチやシワ感、汚れ等もペイントでき、書き出した UV マップを黒へ適用させることができます。サブスタンス 3D デザイナーを使用する場合、サブスタンス 3D デザイナーではシームレスなマテリアルとパターン、画像フィルター、環境光だけでなく 3D モデルも作成できます。ノードベースでプロシージャルなテクスチャーを作成でき、各アセットは無限にバリエーションを出力できます。サブスタンスデザイナーは多くの業界で使用され、ほとんどのビデオゲームや視覚効果においてマテリアルパイプラインの中心的存在です。ソフト内には豊富なノードライブラリが搭載されているため、アセットをゼロから作成することもできます。デザイナーで作成したマテリアルは各種マップ画像データとして書き出し、黒状でそれぞれ適用させるだけでなく、サブスタンスの SBSAR ファイルそのものを黒状の生地テクスチャ全体へ適用することも可能です。 XTEX を使用する場合、ミズー社の XTEX はスキャナとソフトウェアの両方を組み合わせた包括的なソリューションとなっております。実在する素材を高速かつ正確にスキャンし、テクスチャーに必要な全てのマップを自動的に生成します。スキャンから生成される画像は自動的にタイリングされ、プレビュー画面にてリアルタイムでのシームレス状態や凹凸感、反射等の確認が行えます。保存した XTEX ファイルはそのまま黒の生地へ適用が可能です。適用後は自動で各種マップ画像の適用が行われた状態になります。マテリアライズを使用する場合、マテリアライズとは1枚の画像からディフューズ、ノーマル、バンプ等の各種テクスチャーを生成し、マテリアルを作成することができるスタンドアロンツールです。 PMR のルールに近いテクスチャーを生成するのが特徴であり、各種パラメータを手動で細かく調整することも可能です。必要なマップおよびファイル形式を選択し、保存したデータを黒状へ適用することができます。クイクセルメガスキャンズを使用する場合、クイクセルは2019年にエピックゲームズの一員となってから、ブリッジ、メガスキャンズ、ミキサーにメジャーアップデートが加えられ、さまざまな新しいアセットがメガスキャンズライブラリに追加されたことで知られております。
クイクセルメガスキャンズライブラリ内のアセットはすべて実在するものを 3D スキャン、スケーリング、PBR キャリブレーションが施されています。マテリアルおよび 3D モデルは1万点以上あり、中でもテクスチャーデータはそのまま黒状で適用可能なため、自らフォトグラメトリーをせずともリアルな質感を手に入れることが可能になります。クイクセルミキサーを使用する場合、ミキサーとはクイクセルの 3D テクスチャリングツールです。メッシュを読み込んだ後、スマートマテリアルを適用し 3D ペイントで仕上げます。スカルプト、PBR レイヤー、プロシージャルマスク等をメガスキャンズライブラリと組み合わせることで、さまざまなマテリアルを作成することが可能です。作成したマテリアルをエクスポートし、出力されたテクスチャーデータを黒状へ適用することができます。マーモセットツールバッグを使用する場合、マーモセットツールバッグはリアルタイムレンダリング、テクスチャリング、メイキングツールが有名であり、ゲームアーティストの間で定番のソフトウェアです。インポートしたモデルに PBR マテリアルと照明を設定でき、テクスチャーマップをベイクして他のソフトウェアやゲームエンジンにエクスポート、または静止画やアニメーションを直接レンダリングすることができます。ツールバッグのアセットライブラリでは数百のマーモセット製の HDRI、 マテリアル、テクスチャ、プリセットが提供されています。例えばテクスチャを 3D モデルへ適用し、さらに上からペイントしたものをマップとして書き出し、黒へ適用させることもできます。ノーマルマップオンラインを使用する場合、ノーマルマップオンラインとはノーマルマップを自動かつ簡単に作成できるサービスであり、マップを生成したい画像をブラウザ上にドラッグ&ドロップするだけで各種マップの作成が可能です。ノーマルマップ、ディスプレイスメントマップ、オクリュージョン、スペキュラー画像を調整でき、マップの種類およびテクスチャーサイズを書き出すことで黒状で凹凸表現ができるようになります。ピックスプラントを使用する場合、最後になります。ピックスプラントは画像をシームレステクスチャーに自動加工するソフトウェアです。作成した画像は黒状へテクスチャーとして適用可能です。以上で第2弾のテクスチャリングについてのご案内は終了です。ぜひ第1弾も合わせてご覧いただけますと幸いです。第3弾の公開にもぜひご期待くださいませ。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。